ご乗車ありがとうございます。18時54分発、快速、天王寺行きです。止まります駅は、武蔵田、紀伊、泉砂川、比例野、熊取、東岸和田、泉中、大鳥、三国の丘、堺市、終点の天王寺です。18時54分発の快速、天王寺行きです。ご乗車ありがとうございます。18時54分発の快速天王寺行きです。和歌山出ますと次は武蔵田に停まります。まもなく発車いたします。座付近のお客様は閉まるドアにお気をつけください。紀伊中之島には停まりませんのでご注意ください。和歌山出ますと武蔵田、紀伊、泉砂川、比例野の順に停まります。Thank you.
Please set your phone to silent mode and refrain from talking on the phone.電動重機です。次はキーに止まります。
泉砂川に停まります。
とうございました。まもなく泉砂川です。窓口は左側です。泉砂川の次は姫野に停まります。
車ありがとうございました。まもなく姫野です。お出口は右側4番乗り場に着きます。列車とホームの間は広く空いたところがございます。お足元にお気をつけください。新空間関西空港にお越しのお客様、関空快速の関西空港行きは、ホーム変わりまして2番乗り場、19時22分発です。橋を渡って向かいのホーム2番乗り場、足元三角1番から4番の1でお待ちください。およそ2分の乗り換えです。お気をつけください。また各駅に停まります。通電車天王寺行きは、着きました同じホームの向かい側3番乗り場に参ります。19時26分発です。姫野の次は熊取に停まります。忘れ物のないようお気をつけください。天王寺行きです。次は熊取に停まります。まもなく発車いたします。
ドアの横のボタンを押してください。ドアが開きます。19時26分発の快速天王寺行きです。東岸和田、泉中、大鳥、三国ヶ丘、堺市終点天王寺の順に止まります。普通電車は泉中で各駅に止まります。天王寺行きに連絡をいたします。三国ヶ丘で少しお待ちいただきますと各駅に止まります。普通電車天王寺行きが参ります。いたしました。まもなく発車いたします。次は東岸和田に停まります。発車後は電車の席に入れますので足元にお気をつけください。天王寺行きです。次は東岸和田、東岸和田です。お出口は左側です。東岸和田の次は泉中に停まります。
車座です。窓口は左側です。東気象の次は泉中に停まります。泉中根角駅に停まります。通電車電脳順記に連絡をいたします。泉中に停まります。
ありがとうございました。まもなく泉中です。この位置は左側です。各駅に停まります。通電車転倒順記は、着きました。同じ方の乗り込みに停車中です。泉中の次は青森に停まります。この先に降りますので、少しお待ちいただきますと、各駅に停まります。通電車転倒順記が入ります。次は三国ヶ丘に停まります。三国ヶ丘で少しお待ちいただきます。
六角駅に停まります。当電車天王寺行きが参ります。車内で忘れ物のないようお気をつけください。ありがとうございました。大鳥です。快速天王寺行きです。三国ヶ丘堺市終点天王寺の順に停車いたします。次の三国ヶ丘で少しお待ちいただきますと各駅に停まります。通電車天王寺行きが参ります。まもなく発車いたします。ドッキンでお客様は忍ぶ通りにお気をつけください。次は三国ヶ丘に停まります。
とうございました。まもなく三国の丘、三国の丘です。窓口は左側です。南海公園線は乗り換えです。三国の丘の次は堺市に停まります。各駅に停まります。通電車電脳重機は着きました。同じ方の後ろ入りでお待ちください。終点天王寺、天王寺です。出口は左側5番ホームに着きます。大阪環状線、大和路線、近鉄線、地下鉄線、関西線はそれぞれお乗り換えです。
利用くださいましてありがとうございました。あと3分ほどで終点の天王寺に到着いたします。お出口は左側ご覧の上に向きます。大阪関西内側に鶴橋、上橋、大阪方面は11番、12番乗り場、外側に連泉町、西九条、大阪方面は14番、17番、18番乗り場、新宮、JR 南部方面は17番乗り場、山手線、旧王子、王子から方面は16番乗り場です。銀鉄線、地下鉄線、反対線はそれぞれ乗り換えです。到着の際、列車が少々揺れますので足元にお気をつけください。降りの際は車内に忘れ物のないよう座席の周りや棚の上などをよくお確かめください。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点の天王寺です。お出口は左側です。